はい、皆さんこんにちは。今回も動画の方を撮っていこうと思います。今回の内容は中学朝鮮ね、について扱っていこうと思います。まあそもそもまああんま扱うネタがないっていうのもあるんですけども、ただまあ結構面白い話題ですので、どういうふうにこの区長選が展開していくのかについてね、結構この興味深い問題、まあ東京都心ですよ、千葉田区ってね、まあ、千葉区ってあんまどこにあるのか知らない方も多いと思いますけども、まあ、皇居の周りとか、まああとはまああれですね、六本木ヒルズとか虎ノ門ヒルズとかその辺ですよね。その辺に広がっている地帯のまあ行政区です。東京ってのは都知事がいて、その下に 区長がいるんですね。まあ、そういう特殊な特別区という形態をとっているんですが、その一つの今回中央区長選が今回始まるということで、まあ、始まる経緯としてはこの石川雅美区長、今4選中ですから、まあ、4選っていうと大体、まあ2年ぐらいでしたっけ、3年かな、まあ結構長くやられている方ですよね、がまあ2000何年かなんかに当選して2002年だったかな。まあだから実質まあ結構やってるわけですね、4選っていうと。まあ、ですので、まあその方がね、ある疑惑があって、あの百条委員会っていうんですけども、まあ議会でまあいわばまあいろいろ本人がやってきて、いろいろまあなんていうの、国会で言えば参考人や証人喚問とかね、まあ、昔ね、籠池さんが国会に来てこうなんか宣誓して喋るみたいなのありましたけども、ああいう感じですね。まあ、ああいう感じがあって、まあ、嘘ついたら偽証罪って罪に問われるっていうので、まあ、現にこの人罪に問われかけてるんですけども、まあ、偽証罪でね、なんかもう、何が問題かっていうと、マンションですね、マンションを、建物の規制を、緩くするから、その代わり、マンションを、家族と共用のマンションを、こう、まあ、それしかもその枠、特別枠で借りてたというような話題ですね。特別枠だから普通の人は借りられないんだけど、まあ会社の優遇、まあ、接待ですね。ある意味接待としてまあ、こう貸すみたいな場所があったりするらしいんですけども、まあ、そこを、まあ事実上もあるんでは便宜の供与じゃないのと言われてしまっているという問題なんですね。でも、区長は長男が借りたから問題ないというふうにまあ、言ったりとかしてるんですけども、それも怪しいよねってことになって、まあ、いよいよ、まあ、本人の口からあんまり何も喋れることもなく、まあ、辞職ということで、まあ、辞職っていうか、まあ、任期満了ということで、今回選挙が行われるんですけども、まあ、ちょっと前置き長いですね。まあ、今回立候補されるのが、お三方ですね。早尾恭一さん、59歳と、樋口孝明さんと、五十嵐浅夫さんと、59歳、38歳、45歳と、あと、宮田智輝さんかな、も立候補されるということで、まあ、この方は無所属、まあ、全員無所属なんですけども、特にまあ、支持政党もなく、まあ、普通に立候補された方ですけども、まあ、僕が思うように、焦点となるのはこの3人かな、というふうには思っております。まあ、千代田区にお住まいの方は、多分僕が想像するにね、お金を持たれている方が多分お住まいになられているのかなというふうに思いますけども、で、それでまあ、よりまあ、なんか政治に対して関心もあるのかな、というふうに思いますけども、まあ、お三方ですよね。まあ、早尾さんっていうのは自公が推している、自民党公明党ですね。まあ、いわば今の政権与党です。で、都民ファーストっていうのが、まあ、あれですよ。都民ファーストですから、小池さんの政党ですね。まあ、小池さんの、まあ、緑のカラーが、よくはためいている、ありますよね。で、最後に、まあ、意外とここに、維新の五十嵐浅夫さんが、立候補されたと。まあ、維新ってわけじゃなく、無所属なんですけど、全員、まあ、紛らわしいですよね。みんななんかわけわかんないんですけど、なんかみんな無所属ですって言うんですよね。まあ、あんまいいことじゃないと思うんですけども、まあ、いろんな人に立候補してもらいたいということでね、政党色をちょっと薄めようって、まあ、考えなのかもしれませんけども、まあ、でもだったら堂々とね、政党名出せばいいんじゃないかなというふうに思いますけども、このお三方と、あと4人立候補して、今回争われるということなんですね。まあ、今日、公示が行われて、公示ってのは、選挙の前に、まあ、あらかじめね、こう示すと、誰が立候補するかっていうのはこう締め切る日ですね。が今日だったんですが、実際の選挙は31です、今月の1月の31ですね。
皆さん、あの千代田区の方がいらっしゃいましたら、ぜひともね、投票に行っていただけると、まあ、こんな中ですけれども、やっぱり民主主義を示すには選挙以外ありませんのでね、やっぱ選挙に行くのがいいと思います。で、僕は今回注目しているのが、この維新の候補なんですね。まあ、今まで、あんま東京っていうと、あんま日本維新の会っていうのは、あまり、まあ、勢力的には弱かった地域でありましたけども、その最近なんか、あの、結構ね、あの、力を増してるのかなというふうに、まあ、都内でも、ある程度、影響力が、こう、広がってきてるのかなというようなイメージなんですけども、まあ、この間は、まあ、維新の応援とか、まあ、支援、いや、まあ、支持を得た、ということで、まあ、この方がいかにどれだけ、まあ、票を伸ばすのかと。まあ、まあ、多分ね、今回、あの、まあ、自民党、公明党が強いのかなというふうにも、僕は思ってるんですけども、ただまあ、この方がどれだけ取れるかと。いうのが、まあ、ある意味では注目。ただ僕は思うにね、今回、ね、この選挙で、あの、小池さんの一応ね、応援に、都民ファーストのこの、樋口さんを一応応援されてはいるんですけれども、ただ小池さんね、あの、この、石川雅美市、あの、区長をね、応援してた経緯っていうのもあって、ただちょっと土地、うん、小池さんだったらぜひともね、その点について、この人を応援したことは間違いだったっていうことぐらいは言った方がいいのかなっていうふうに思うんですけどね。まあもしくはまあ、その、石川雅美さんは、全部悪いことやってないというような、まあ、ことを表明するというか、あ、そうじゃないと、まあ、まあ、我々はあんまり、千代田区民じゃないんで、あんま千代田区長選挙ってあんま知らないですけども、ただまあね、この人、結構悪いことしてるっていうのは、まあ、悪いことっていうか、疑惑が持たれてる人を応援してたわけですから、まあ、それについては何か一言あってもいいのかなというふうに思いますけれども、まあ、この、大樋口さんが、あ、まあ、38歳と若手ですよね、一番若手で、今回立候補するんですね。まあ、あの、まな弟子というふうに言われてますけども、小池都知事の。まあ、小池都知事が、あ、まあ、支援する形かな、というような感じですね。まあ、でもは、まあ、自民党っていうのはね、あの、まあ、いわば、まあ、ある意味では利権政党みたいなとこもありましてね。まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、基本的には豪族というか、あ、農協であったりとか、まあ、あらゆる、あとはいろいろ、な、あ、まあ、こう、利益団体にの支援というかね、そういうか、まあ、あの経団連も、ある意味で自民党には、まあ、今もどうやってるか知りませんけども、まあ、政治献金やってたりとか、あ、まあ、そういうね、あの、まあ、ある意味では、そういうサイド、まあ、利益団体からこう、利益を、まあ、ある意味でその人たちのための政治組織っていう、まあ、性格もありますので、まあ、自民党が勝っても、都民ファーストが勝ってもね、あんまり変わんないんじゃないかなって僕は思ってます。まあ、都民ファーストって一時期ね、あの、小池さんのご期待された政党でしたけども、ただ僕はまあ、都民ファーストにあんま懐疑的かなというか、まあ、あんまり、あの、まあ、成果が出せない。まあ、こういう都民ファーストって言っても、やはり小池さんなくては、やっぱ成り立ってない政党だし、まあ、小池さん、まあ、なんか成果残したのって言えば、まあ、まあ、評価は、まあ、ある程度ね、やることはやってるっていうのは評価しますけども、ただまあ、素晴らしい都知事かといえば、まあ、普通かなと、まあ、舛添さんとかと、まあ、あんま変わんないのかなっていうふうに。舛添さん、まあ、まあ、一応なんか不祥事っていう形で引退されましたけども、ただまあ、あんまりそんな、まあ、並外れて素晴らしい都知事じゃないのかなというふうに思いますのでね。まあ、やっぱり、まあ、その辺、何をやってきたのかっていうのも、ちょっと印象が薄くて、やっぱ、都民ファーストも、まあ、最近ね、いろいろな、この前の選挙においても、あまり活躍できなかったというのもあって、まあ、今回どうなるかっていうのは、まあ、ちょっと怪しいかなっていうような、僕のイメージですよ、皆さんね。これは僕のイメージですか、その辺は、まあ、あんまり参考にされなくてもいいですけれども、まあ、だと思うんですね。だから、ある意味では、この維新がどれぐらい成長するのか、成長するっていうか、まあ、どれぐらい、あの、得票数を得るのかっていうのは、ああ、ほんと注目ですね。1月31日ですが、皆さんね、ぜひとも投票に行くことをお勧めします。はい。別に僕はどの候補も支持しませんけれども、ただまあ、まあ、一つの見方としてね、皆さんにいろいろ意見を提供できたらな、というふうに思うんですよね。まあ、あと、まあ、共産党と、立憲民主党と国民民主党がどう出るのか、ああ、まあ、今回は多分候補を出さないのかな、というふうに、まあ、急にこう、あの、やっぱね、こう、辞めるっていうのも、こう、表明するのは遅かったもんですから、やっぱりこう、急に候補出すっていうのは結構難しいんですよね、なかなかね。あの、まあ、もともと候補がいて落選してたとか、じゃない限り、あんまり候補出せないんですね。あの、この、早尾さんっていうのは、あの、石川、この区長を、あの、まあ、いろいろ追及する。追及っていうのは、まあ、いろいろ、あんたこういう悪いことしたでしょっていうふうに、まあ、言うような、で、まあ、弁解するような、まあ、裁判みたいなもんですね、あれみたいなね、ようなことを、の、まあ、委員長だったと。その、百条委員会の委員長だったと。
ということで、まあ、ある意味では、まあ、そういう急戦法って感じで、まあ、出られているって感じですよね。まあ、もちろん、樋口さんも若手で、まあ、いろいろ経験も終わりでね、いいんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、やっぱその、小池さんには、ぜひとも説明責任を果たしてほしいというところですね。あ、どうなっていくか、今後、まあ、野党、各党がどう、これに対し、に、まあ、こう、出てアクションをするのかというのが注目ですよね。まあ、東京なんていうのは、まあ、どうなっていくのか、東京の真ん中ですからね。東京の真ん中を誰が握るかっていうのはかなり重要なものですから、まあ、結構これね、全国の皆さん、まあ、別に東京に住んでねえよという人でも、僕も千葉県出身ですからね。まあ、いろんな方がこう注目されていいのかなというふうに思いますので、ぜひとも皆さん、ぜひとも、まあ、この選挙、注目していきましょう。31日ですからね、どうなるか見ていきましょうか。まあ、僕ももしかしたらライブ配信するかもしれないし、まあ、わかんないですけども、どうでしょうか。こんな感じですね。まあ、いろいろ、中学も難しい状況にあるというのはわかりますけどもね、今後、どうなっていくのか、この選挙で結構変わってくると思いますので、この三つどもえの戦い、今後皆さんどう投票しますかね。ぜひとも、チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。以上で終わります。